しありがとう。今日も暑いですね。こんばんは。逃走中は見ましたよ。ちょっと途中で仕事行かなくちゃいけなくて、途中まで見て、途中からちょいちょい見て、やっと見終わったのでショールームしました。さんこんばんは。ありがとうアイス、いい音。炭酸、炭酸ジュースがどうしても飲みたくて。こんばんは。朝ね、目覚ましかけるの忘れて寝ちゃったんだけど、6時55分ぐらいに「はっ逃走中」って目覚めた。すごくない？こんばんは。ありがとうアイス、だるまありがとう。すごいでしょ、今日も楽しかったです。で今日は可愛らしい髪型をしてます。後ろにはリボンもついてて見えないよね。でも後ろのリボン、ありがとう。ありがとうアイス、こんばんは。アイスありがとう、かわいい。ありがとう、かわいいでしょ。リボンつけてるんだけどあんまりわかんない。アイスありがとう。こんばんは。ありがとう見に来てくれて。さらに髪の毛を巻いてます。ありがとうアイス、ありがとうございます。上品な洋服でしょ。ありがとうアイス、ありがとね。こんばんは。アイス、ありがとう。お疲れ様です。こんばんは。最高に可愛いです、ありがとう。アイスありがとう。今とそっち見てたの。ありがとうアイス、こんばんは。ありがとうアイス、たくさん嬉しい。今日までなんでね、アイスのキャンペーンみたいな、サーティワンもらえるかもみたいなやつ。アイスありがとうございます。声はこんばんは、お疲れ様です。うん、ありがとう。こんばんは。可愛いでしょ洋服。うん。あいつありがとう。今日はおしゃれって何よ。今日もでしょ。嘘、おしゃれじゃないしです。その自覚はあります。こんばんはアイス、ありがとう。ありがとうアイス。こんばんはアイス、ありがとう。本当ありがとう。かわいい、ありがとうございます。こんばんは。逃走中のいつからハマったの。
覚えてません。ワンピースです。ワンピース。昨日の公演で昇格後のゆなちゃん初めて見ました。嬉しい、ありがとう、見てくれてありがとうね。ありがとう花。お嬢様みたい、ありがとう、嬉しい。ありがとう、アイス。そっち初めて見たの。すごっ。T シャツ着て仕事してんの、すごっ。アイスありがとう、こんばんは。アイスありがとうございます。ありがとう、くま、こんばんは。私はでも朝起きたはいいもののベッドから出ることができず、ベッドの上でどうそっちを見てました。あとありがとう、先はもらえるかな。ありがとう、アイス、アイスありがとう、こんばんは。ありがとう、こんばんは。今日はどんな一日でした。今日も楽しい一日でした。試合で生で見たことなかったけど、昨日16人一度見た。楽しかった、よかった、楽しかった、嬉しい。楽しかったならまた来てください、見に。ありがとう、アイス、アイスありがとう、でかいの、こんばんは。今日一段と可愛い、ありがとうございます。今日はちょっとお嬢様感、絶対醸し出せないけどお嬢様感なんでお嬢様の様子のかけらもないけどお嬢様感出してみた。あいつありがとう。あいつありがとう。こんばんは。服かわいいでしょ。ありがとう。エスコアでしたかって言うと、あれもしてみたい、嵐からの隠れ場所。衣装めっちゃ可愛い。アイスありがとう。でもつぼみは MC もあるので嬉しいです。つぼみ可愛いでしょ。見て。リボンがついてます。こんばんは。ずっと言ってる、嵐からの隠れ場所やりたい。いつかできたらいいですね。アイスありがとう。こんばんは。眠たくなってきちゃった。なんか最近ショールームすると眠たくなってきちゃう。よくないよね。大きなアイス。どの髪型を公園ですると崩れちゃいそう。ハーフアップみたいな髪型ですけど。こんばんは。アイスありがとう。
確かに文字読んでるからかな。出れるまで相当努力したの、いっぱい練習しました。でも出れるって決まってから、出るってなってから出るまで、ね、なんかいろいろ時間かかっちゃって、なかなかあれーみたいな。ありがとう。これだけ伸びたんだよね。そうなんだよね。あれどころじゃないんだけど。いつありがとう。ありがとうございます。こんばんは。伸ばすか切るか迷い中。とりあえず切るのがめんどくさいなっていうだけ。アイスありがとう。でもちょっと切りたい、ちょっと長い。ありがとうアイス、お疲れ様です。ありがとう、よかったねって言ってくれて。アイスありがとう。もばめで感想を送ってくださいって頼んでるの。ぜひいいことだけ送ってください。悪いところがあるのは自分で分かってるので、直接文字で作るのを読むのは辛いので、いいところだけ送ってくれると嬉しいです。ごめんなさい、悪いことがあるのはいっぱい分かってるので。ごめんなさい。アイスありがとう。ありがとうアイス。まあ、泣いてないです。ね、悪いコメントがあるので、いいコメントを送ってくださる方のコメントを読むのが怖くなっちゃうので、悪いコメントが混ざってると。なのでいいコメントを送っていただけると嬉しいです。アイスありがとう。もちろんダメなとこがいっぱいあるのは分かってますので。アイスありがとう。ありがとう。プリンいいね。アイスありがとう。こんばんは。なんかちょっと SNS とかで叩かれるのはしょうがないと思ってるけど、もばめを撮ってくださってる方だけでも誤解してないよ。大丈夫だよ。アイスありがとう。SNS とかで言われる分には知らないので、まあまあ。まあ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 しょうがない。まあまあ書かないって言ってほしいけどね、そりゃ X とかにも文句は。こんばんは。アイスありがとう。ありがとうございます。こんばんは。 I'm from Indonesia. Nice to meet you. Nice to meet you. まあまあまあスルーできるスキルは持ってるので大丈夫なんですけど、割と。ありがとうアイス。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。アイスありがとう。ヌヌの頑張ってる姿見ると私も頑張りました。ありがとう。溶けてる。
ありがとうアイス、ハートもありがとう。こんばんは。こんばんは、アイスありがとう。気に障る箇所ないですよ面白。アイスありがとう。元気ですよ。巻きが取れてきちゃった。こんばんは。アイスありがとうございます。かわいい、ありがとう。今日もかわいい、ありがとうございます。どうして嫌でーす。ねえ、伸ばすか迷う。結構長い髪の毛もう。かわいいでしょ。やめそう。褒めちぎっときます。嬉しい、褒めちぎってください。褒められて伸びるタイプなの。ミミフィーユのアンダーあります。ミミフィーユって可愛いよね。ありがとう、アイスありがとう。洋服可愛いっしょ。これはね、リーナと一緒にお洋服買いに行ったんですよ。私が一人でお買い物行って試着してで迷って買うかで、結局写真送ってリーナにこれどうしようって写真送って、可愛いじゃん似合ってるよってリーナに返信してもらって、でも結局迷って買える勇気がなくて買えなくて、でまた次はリーナと一緒に買い物に行って、でもう一回リーナに直接可愛いねって言ってもらえて買えたお洋服です。お前は似合ってなかった、似合ってないって言ってくれるから試着して買わないって強いの。数全然あるんだけど、4着ぐらい試着室持ってて1個も買わずに出ること全然あるんだけど。えリーナに選んだっていうか、リーナに可愛いって言ってもらって買えた。アイス一人で買い物は行くけど誰かに写真を送りつける。なんか「どう思う？」って。アイスありがとう。自分の先生に自信がないわけではなくて、なんか買い物をするのが不安。向こう誰に聞く？地域のグループに LINE に「どうしようこれとこれどっちが可愛い？」とか送ったりする。あいつありがとう。待って、 iPad の充電器がどっか行った。充電がない。あと 20% ぐらいしかないんだけど。アイスありがとう。こんばんは。ポットの充電器どこ行ったっけな。よいしょ、ちょっと待ってね。かわいいでしょ、ワンピースです。友人不断なんですよ私は。よいしょ。だから人にすぐ聞いちゃう。アイスありがとう。
がとうございます。もうくるりんの話はたまについていけない、何言ってるかわかんない。こんばんは。アイスありがとう。ありがとうございます。時期優柔不断多い気がする。でも私は別に食べ物はそんなの優柔不断じゃなくて、これなんか物を買うのがめっちゃ優柔不断。食べ物優柔不断、くるみちゃんは食べ物が優柔不断。マジでご飯屋さんとか決めれない。ありがとう、アイスありがとう。そう、食べ物優柔不断のメンバー多い。アイスありがとう。だから大体私が予約を取ります。だから毎回私が予約取るかも、地域でご飯行くときは。こんばんは。やばい、眠たい。宇都宮もそう、私予約しました。そう、人多いかなと思って福岡3連休だったし。ありがとう。でなんか私が原、普通に自分の名前で予約取るんだけど、原で予約取って、でなんか店長さん、そこのもつ鍋屋さんの店長も原さんっていう人で、でなんか同じ名前ですねってなって、店長さんとでなんかめっちゃサービスしてくれて、デザートとか頼んでないのに、よかったらデザートも食べてくださいって持ってきてくださって、名字が一緒なんでって言われて、えーって思って、嬉しかった、得した、ラッキーと思って。全然親戚じゃないです。ありがとう、アイスありがとう。で帰りになんかお土産までもらって、そう、なんかめっちゃ美味しいアイスをくださって、めんべいも帰りにくれて、ラッキーみたいな。こんばんは。いや、知ってる人じゃないと思う。なんか「なんで福岡来たんですか？」みたいな言われて、旅行ですって言っとったっけ。多分違う、知らない人も私のこと。そう、びっくりした。帰りに「よかったらめんべいも持って帰ってください」みたいな言われて、めんべいも持って帰ってもらってくれて、ラッキーみたいな。ありがとう、アイス。こんばんは。そう、3人で行って、でも3個デザートくださって、めっちゃラッキーだった、嬉しかった。ね、福岡メンバーに好評で嬉しい。そう、誰かさんとかさ、劇場の公演でさ、ペットにさ、なんかなりたい理由がさ、福岡に住みたいけってさ、住みたいとまで思ってくれるぐらい福岡気に入ってくれて嬉しかった。こんばんは。メ
体重食べたよ。明太重帰りの新幹線でめっちゃマジ美味しいよね。こんばんは。福岡美人さん多いよ。思ったでしょ。ありがとう。おお当たり、おめでとう。嬉しかった。いろんな人が福岡褒めてくれるから。一人でフードコートに行けるの尊敬する。ありがとう。私マジで一人でどこでも行ける人。当たった。何が当たったのか分かんないけど。マジ全然どこでも一人で行ける。こんばんは。アイスありがとう。海外は行ったことない。海外は行ったことないけど、私インドネシアにいる時も一人で行動はしなかったね。確かに確かに。どこでもは行けないわ。アイスありがとう。そう、屋久島の写真アップしました。めっちゃ美味しそうでしょ。ご飯食べようの、うん、明太重あんまり食べたことなかった。観光客の人が食べるイメージだった。ありがとうアイス。え、達成した。金に目が輝く。こんばんは。トビウオ美味しかった。マジで美味しかった。あれが一番今までで食べた魚で美味しかった。ちょっと行ってみて。屋久島の定食屋さん。トビウオマジで美味しかったな。うん、ありがとうアイス。ララポートのガンダム見たよ。うん、私もララポート去年初売り行ったけどガンダムは見てない。トビウオマジで美味しい。私がトビウオの唐揚げ食べて、あやちゃんがトビウオの焼き魚みたいな食べてシェアして食べたんだけど、マジで全部美味しかった。お刺身も美味しかったし。こんばんは。屋久島ね、なんか夏休みに行ったんだけど、もう山とかだけ全然涼しくてめっちゃよかった。ビューオは1回しか食べたことないけど、あれやけど、あやちゃん背高い。普通ユナが低いだけ。ありがとうアイス。ハートありがとう。ありがとうハート。ファンありがとう。こんばんは。ありがとうアイス。こんばんは。屋久島一緒に一回は行ってほしい。みんなマジ行ってみて。めっちゃよかったよアイス。ありがとう。めっちゃなんか登山しながらいろんな人と喋って楽しかった。道中ありがとう。
今日の洋服好評で嬉しい、よかった。マジ奮発して買ったかいあった、よかった。こんばんは。縄文杉見た、マジで遠かった。朝3時ぐらいに起きて、朝じゃないかもそれは、で5時ぐらいに、5時前には出発、4時ぐらいには出発して、で6時ぐらいから登山始めて、で結局6時過ぎぐらいまで下山かかったけ、めっちゃ時間かかる。え、かわいいよねここ。え、リーナと一緒のこと言ってる、ここがかわいい限界なってリーナに言われた。縄文杉まで行くのマジで大変。めっちゃかわいい、ありがとう。マジでお菓子めっちゃいっぱい持ってった方がいい。あやちゃんともう本当にいっぱいお菓子買って行って、なんか前日にその民泊みたいな泊まるとこの人がチャリ貸してくれて、でチャリでスーパーまで行ってめっちゃお菓子買って、もうリュックにいっぱい詰めてった。安全運転で頑張って。お弁当も持って行ったよ。お弁当はね、なんかその泊まったとこの人がお弁当予約してくれて、ここが美味しいよみたいな予約してくれて、それを買いました。こんばんは。マジ美味しかった。こんばんは。ありがとう。こんばんは。昨日の感動してくれたのありがとう。島ね、また行きたいなってあやちゃんと喋ってはいるけど、なかなか実現しなさそう。こんばんは。電波とかも通じないからね、デジタルデトックスだよね。スマホ一切見れない。ありがとうアイス。夏休み欲しい。どういうこと？夏休み、夏休みって何すんの？お仕事が休みってこと？アイスありがとう。もう学校も行ってないから夏休みないです。こんばんは。リンバースターにやって、そう、家長配信やってても気づかないし、ママメ送っても届かない。こんばんは。大学卒業したよ。守りたい課題がありがとうございます。卒業しましたよ、だいぶ前に。半年ぐらい前に。こんばんは。こんばんは。 DMM ももちろん見れませんよ、電波つながらないから。こんばんは。アイスありがとう。写真は撮れる。ありがとうアイス。こんばんは。
一人で行くと寂しいと思う。そうね。さらに10時間スマホがない、10時間ぐらいスマホがなくても喋ってられるし、気使わんでいい人とかに行かんな、結構しんどいかも。アイスありがとう、ママありがとう。その10時間携帯も何もない状態でずっと喋るか、喋んなくても苦じゃないかぐらいの人じゃないとしんどい。ありがとうアイス、あとありがとう。確かに昔はそれが当然だったよね。そりゃそうだよね。そう、一緒に行く人選ばれる、なかなか。アイスありがとう。お、ポイント達成してる、嬉しい、ありがとうございます。31、イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。アイス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 、イエーイ、ありがとうございます。やったー、嬉しい、おめでとう、ありがとう。お、アイスありがとう。イエーイ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 、アイス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 、嬉しい。何個もらえるんだろう、サーティワン。アイスありがとう。30万ポイントでね、30万ポイントでアイスもらえるんだよね。どうしよう、違ったら50万ポイントとかだったら泣いちゃう、配信終わった後に。ありがとうアイス。こんばんは、アイスありがとう。アイスありがとう、ありがとうアイス。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとうアイス。ミニアイスがいい。ポッピングシャワーと何食べよう、めっちゃとオレンジソルベ好き。ありがとうハート。ありがとうアイス、ありがとう。こんばんは、こんばんは。何時からショールーム始めたっけ。40分か、30分になって終わりますね。眠たくなってきましたので、アイスありがとう。まあ、でもアイス嬉しい、えい、ありがとう、アイスありがとう。ありがとうね、ショールームさんのおかげで私は贅沢ができます。あのスタバに今回さって言わんだけど、スタバの時とか、スタバって有効期限あるけどさ、急にスタバを飲み出す時期ができる。嬉しい、ありがとうアイス。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、アイスありがとうね、イライラもらえて嬉しい、みんなありがとう。ありがとうアイス、こんばんは。
ちゃ可愛くない、イヤリングもリーナとかあった。これ反射してない、大丈夫かな、大丈夫か。ありがとうアイス、よいしょ、リボンのイヤリング。あんましないんだけどさ、ちょっと買ってみた。お揃いじゃない、でもすぐなくしちゃうイヤリング、マジめったにつけないから。もう耳が痛いので外します。かわいい、ありがとう。まあまあ、アイスありがとう。リボン可愛いでしょ、いい。アイスありがとう。いいでしょ。やばい、マジ眠たくなってきた。アイスありがとう。可愛い、ありがとう。服も似合ってる、ありがとうございます。嬉しい、いっぱい今日褒めてくれるから、みんながありがとう。可愛いでしょ。眠そう、目がトロンとしてる、眠たい。ちょっともう順位発表して終わりますね配信、眠たすぎる、もう無理かも。ありがとう、めっちゃ可愛い。今日の順位発表します。1位さっちゃん、ありがとう。1位イエイ。2位アッキーさんに、ありがとうございます。3位たかしさん、ありがとう。4位はヨッシーさん、4位ありがとう。5位はせやでたかやでさん、ありがとうございます。私と推しが一緒だ、きっと方の名前的に私も大好きです6位は M さん、6位ありがとうございます。ありがとう、かわいい。犬、うさぎ、ハート7位はわーちゃん、7位ありがとうございます。8位はロッドシフトさん、8位ありがとうございます。9位はパンダくん、ありがとう。10位はダンディさん、10位ありがとうございます。11位ははるさん、11位ありがとうございます。12位はすぶたんさん、12位ありがとうございます。13位はパトレーゼさん、13位ありがとうございます。イエイ、アイスありがとう。配信ありがとうございました。おやすみなさいバイバイ、アイスありがとう。写真とかメールとか送ります。バイバイ、ごめんなさい5分早く終わります。バイバイ。